はこんだけ粘度が下がるんだ。粘度が下がるってか、だから水みてえだって言ってたよ。これが普通の粘土よって話よ。これどうやってるの、パラパラ。だから俺言ってんじゃん、パラ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 の言っていかないやん。だから言ってんじゃん普通じゃないよって。これだから今何度あるの、これ。これだから100度よ。100度、これでしょ、120度でしょ、ね、これが粘土よ。これが粘土、水みてえだっつって言ってるでしょ。泡なんかないよっつってるでしょ。ねえ、これ泡入ってたら大変なんだから。これがどれぐらいで硬化するの。いや、これでさっき言ってる通り70度だと3時間以上でゲルか、100度だと1時間以内、120度だと40分ぐらい、160度だとこれ泡吹いて固まっちゃうよ。うん、だからこれで見とけばいいわけ。これ何時間、今15分でしょ、これで120度でしょ、ね、この温度で、ね、で30分ぐらいですよ。だからお昼前にはこれで固まるわけ。これでこういうふうに、こういうふうに近くね。でこれ温度か、これ120度ぐらいでしょ、これ柔らかく、若干柔らかくなるぐらい。ああバッチリ持ってるよ。あ、誰かさんが溶け出してるよ、瞳悟空みてえに瞳悟空みてえに。いや、後藤さんだったら俺流せると思うよ、これ。この粘土は9002と同じみてえだもんね。シャブシャブだもんね。あの社長しつこく言ってたよね、加熱だけは必要だよってね。いや、いいよ、120上げるよ。まあ、上がるのは分かる。それで、社長、あの切れ端も落ちてよ、あのクロスの透明になるから、強度も上がるし、せっかく練ったんだから。なんか俺の新しい旅してみようかなるっすね。あ、軍手知ってた方がいいだろう。そういう手、やけどするよ。させてもらえる場所っていうのも全てっていうわけじゃないから、本当にモテイサイトで先生のお父さんとか、あと今回のライブではライブでは沖さん、あ、そうですね、だからもう鉄壁の、本当鉄壁の鉄壁ですね。いやいやいや、これアルバムの写真がありますけど、はい、これはあの昨年のツアーの場所場所で、はい、場所場所でシーンを写真で切り取ったのを目につけてる感じですけど、うん、そうですね、カラフルで、社長の練ったやつは1日2日固まんないからさ、サランラップでもかぶしとけばさ、いつでも使えるからさ。あ、本当ですか。細かたすぎたらで、開発口入ろうかなと思ったら、あれ、北関東から駒形のちょっと過ぎたらもう渋滞、初めてだよ、生まれて大渋滞で、開発乗れないんだよ。事故で駒寄せまで渋滞11キロです。だからもう高崎の方関越避けて、そう、藤岡の逆走だもん。藤岡で降りたで、藤岡からこっちや伊香保だっけ、伊香保まで下走ってきて。